JR 熊本駅西口に誕生するのは、桜十字によるリハビリジム、レッツボルリハです。今日オープンを前に、報道機関向けの内覧会がありました。利用は要介護認定を受けた人が対象で、体を動かしながら試合の映像を見て好きな選手などを応援することで、社会とのつながりを強めてもらうことが狙いです。床はバスケットボールのコートがデザインされ、トレーニングエリアにもこだわりが。日頃味わえない興奮だったり緊張感というものをなんかこう再現できればいいなというふうに考えております。オープンは今月29日で、利用したい人は行政の介護の窓口を通じて申し込めます。